激闘の前回取材から3週間、まだ薄暗い市街地の川辺に幸太郎の姿があった。で、今日やるのが、今日土曜日なんですけど、今日と明日土日で、土浦やります。霞ヶ浦の土浦近辺で、この土浦のあたりっていうのは、まあ、すごく有力な川が何本か入ってて、でしかもね、大きい港があったりとかして、いろんな要素が霞ヶ浦で一番、まあ、いろんな要素が、ね、複合であって、魚影は、ね、1年を通して霞ヶ浦では多い方です。だけどプレッシャーも霞ヶ浦で一番高い。ちょっとね、僕も不安、今回は正直っていうのがね、このちょうどね、10月の半ばっていうのが、まあこのおかっぱりで釣れなくなるギリギリの線なんですよね。一気に冬に向かっていってて、で、ね、こういうシャローから魚がどんどん姿を消していくちょうど境目で、でしかも、ね、今日なんか昨日から、ね、一気に6度も下がっちゃって、一気にこういうシャローから魚が姿を消す、ね、タイミングになっちゃうと思うんですよね。はい、改めましておはようございます。で、朝一ね、駅前の通りをね、ちょっと行ったところの、備前川の、まあ、割と上流の方ですね、に来ました。寒くなってきて、魚がどんどんこう上流域から姿を消してっちゃって、まあ、バスだけじゃなくていろんな魚、とりあえずね、こういう、まあ、ボラとか、ね、バスの餌になるようなものとかいれば、バスも結構しぶとく残ってる。で、残ってるやつは結構でかいサイズっていう感じです。で、ちょっと釣れるか釣れないかっていうのは、ここ来たの、まあね、ちょっと賭けだったんですけど、ね、いい魚が狙えるっていう理由でまずはここに来ました。こんな何気ないとこなんですけど、釣れるとでかいんですね、意外にも。鯉とかボラはいるんですよね。まあ、鯉は結構かなり寒くなっても最後までこういうところに残るんですよ。もうこういうところっていうか、もっと上流でも浅くて、あの冬になると魚がいなくなるようなところでも結構鯉は最後までいるんですよね。お、小バスがいた。こんなん20センチくらいの、いたいた、バス。もうね、ああいう情報もね、たとえ小バスであってもバカにならないっていうのが、もう今やってるのが、もしかしたらもうバスね、寒くなっていなくなっちゃってるかもしんないところで釣りしてるから、ね、バスがいたっていうのはもうすごい、あの大きい。うーわ、来た。お、見えちゃった、来る瞬間。あー、バレちゃった、ごめんなさい。貴重な魚をバラしちゃった。あー、一匹目釣りたかったな。なんかそうだ、前回の利根川の水路の時も一匹目バラしたんだよな。あれがなんか結局一日悪いムードを引きずったような、最後の4連発くらいのバラしとか。やばい、今日もやばいですよこれ。下手くそだな、ほんと。もうバス貴重なんだからバラしちゃダメなんですよ。あの一匹が貴重なんですから、霞のおかっぱりは。バラして次来る保証ないんですもん。ああいう一匹一匹をミスしないで釣っていくと。釣れそうなんだけどな、なかなかそうはいかないのが霞。水中に隠れた排水口を丹念に探る。留守かな、いないところで飼育してる可能性も正直あるんだよな。でもそれを疑っちゃったらね、もう負け。いると信じて誘うしかない。皮肉にも幸太郎の言葉通り、その後バスからの反応はほとんどなかった。ダメだ、
展開。いいね。いません。やばいですね今日も。さあどうしよう。高太郎が次に向かったのは霞ヶ浦水系で 1,2 を争うメジャーポイントの一つ、土浦港。常に釣り人の絶えないハイプレッシャーエリアだ。はい、じゃあ備前川から移動してきまして、今度はね、駅前の土浦港の外れですね。で、ビオトープって言って、汲み上げた水をこの植物を通して落としてる。だから、この辺港で本来水ってあんまり動いてないんですけども、その中で唯一水がフレッシュに動いてるところで、ね、駅前っていうことと、まあ、そういう、ね、魚が集まる要素が、ね、こうあるんで、釣り人は常に多いというところですね。でちなみに、ね、先日行った、まあ、おかっぱりオールスターっていうやつで、勝つことができたんですけども、その時の、ウィニングポイントでもあります。じゃあね、もう人何人だろう、まあ何人かやってますけど、やっていますね。よし、とりあえずこれ実績があるのは、ね、こういったスモラバ、これショッカーに、スタッドの4インチを切ったものをつけてます。でここの水門の前が結構、まあ、周りより深くて、でその深いのがちょっとこう前に続いてる感じですね。ただすごいプレッシャー、ここもなかなかね、簡単に入れてポンって食う魚っていうのはいないです。なんとか食わせるっていう感じ。もうシェイクに擦れちゃってるっていうのもね、一理あるんですよ。最近流行ってる釣りっていうのが、まあ、このスモラバもそうですし、あとはジュグヘッドワッキーとかネコリグとか、みんなこうやってシェイクして誘うのがほとんどっていう釣り方なんですよね。でもやっぱりこうやってピンをするときにはすごく有効な誘い方なんで、まずはこれでやってるんですけど、一つあるのが、ね、昔みんながやってたスプリットショットリグとかキャロライナリグとか、こういうシェイクの、ね、アクションじゃなくてダートアクションとかスライドフォールとか、そういうね、動きっていうのをね、見直すとまたいいかもしれないですね、改めて。でこの前そのカッパリオールスターで、勝った時っていうのがもうそれでした。結局ここで散々粘って、ちっちゃいのが1匹 300g で、同じところを、ショートリーダーのキャロで釣ったら、同じところから連発で釣れました。いや、それっていうのがやっぱりね、そういうことなんですよね。ルアーは同じです、ショッカーなんだけど、タックルだけベイトです。一応カバーの中に入れるんで。で、まあ、この辺はまだ全然序の口で、こういうところにもう落ちてかないんで、竿ごと入れちゃうよ。多分ね、下空洞になってるからバス入ってると思うし、ここまではね、ちょっとなかなかやってる人はいないと思う。なるべく周りの枝とか揺らさない方がいいですね、これやるときは。相当釣れない、これで釣れないとなると。でこうやってひとしきりじくじくした釣りで釣れなかったんですけど、そうした時にこれなら食うかもしれないっていうのがあります。それがこの前のおかっぱりオールスターでも活躍してくれた、これショートキャロ。こんなに短いキャロです。でキャロなんですけど、普通キャロって沖に投げることが多いと思うんですけど、もうバーチカルに釣っちゃう、これで。まあ沖に投げる釣りでもいいんですけど、
こういう使い方が結構いい。でもこれはもうさっき言ったシェイクの釣りじゃなくて、ピピって上げてワームが上にホップして、で落ちた時にほら食った。ね、嘘みたいでしょ。さっきあんだけやったところで、あんだけロングシェイクしたところで一発で食っちゃう、ね、っていうのがね、嘘みたいだけどあるんですよ。ね、ライン細いから抜き上げると、ほら。でね、いかにこれが擦れてるか、もう一目瞭然でしょ。針が刺さってて、でここがもうやられちゃってて、こっちもほらね、やられちゃってて、激擦れのバスです。もうこういうのはどんだけ誘っても食わない。だけどこうやってリアクションの釣りで一発で騙すことができる。ありがとう、君は偉い。あ、いても食わなかったんですよ、さっきのバスは。そうで、今説明の途中でしたけどね、一箇所で止めてジクジクジクっていう、まあ、シェイクの釣りで、まあ、ピンスポットを釣るのにすごく有効な誘い方ではあるし、僕も多用するんですけど、もうそれにね、もう一切反応しないバスっていうのがここまで人が多いとやっぱり出てきて、賢いやつが、そういうやつはもうリアクションしかない。だもう普通こういうところをね、バーチカルにキャロで釣るって非常識なんだけど、だけどね、まあ裏を返せばバスも見たことがないってことで、ピピって跳ね上げてストンってシンカーが落ちる、でそれに引っ張られて、ほらまた食ったね、2投連続。まあこれすごいちっちゃいけどね、でもこれだって食わなかったわけですからね。どんだけね、そこで長く誘い続けたことか。それが2頭で2匹ね。あ、これはねちょっと小さいんだけど、また説明の途中で。そうで、その重りがストンってついて、ワームがそれに引っ張られてピュッて速いスピード落ちて、でもシンカーがボトムにトンってついた瞬間からはふわーっと落ちてくる。でその緩急がリアクションになってるんですよね。ピュッて速く動いてトンって進化落ちて、その瞬間からふわー。はい、じゃあね、さっきの対岸に来ました。でここも土浦港の外れですね。でここに来た理由っていうのが、ここって、まあ、浅くて、ハードボトムがあります。結構引くとゴツゴツして引っかかる。で、まあ、奥に土浦港がありまして、でそこから、まあ、遊覧船乗り場があって、それの船道が、土浦港から続いていて、最初のこうグッと浅くなって、しかもハードボトムで結構フィーディング場になってると思います。で本当は、夕方の方が魚入ってくるんですけど、今いい感じでこう風当たってるんで、ちょっとどうかなと思って来ていました。じゃあやってみます。もろ向かい風だ。その分で大体まあね、人が多い時はしょうがないんですけど、キャストって前にね、目の前にキャストすることが多いから、ルアーがそのね、沖から岸に向かって泳いでくる方向に結構擦れてる時もあって、横に引ければそれの方が食う時も時としてあります。でここは一つ釣れるチャンスがあるんですよ。それが遊覧船で、遊覧船が通ると波がすごい起きるんですけど、その時にバスが急にやる気になって釣れるっていうのがすごいあります。結構ここもいても食わないバスも多いですね。その波が来た時に、まあ、バスの活性が上がるのか、まあ、餌とかがこうね、そこの
ハゼとかエビとかが巻き上げられて、その時にね、食うのかちょっとよく分かんないけど、とにかくその明らかに船が通った時はよく釣れます。おー来た、幸せの船が来た。さあ来たぞ。これやっぱ食ったね。ちっちゃいけど本当でしょ。ちょっとあまりにちっちゃいやあまりにちっちゃいけどさね、本当に食ったでしょ。これがね、ほら遊覧船パターンというにはちょっと恥ずかしい大きさですけど、ちょっとね、まだこの波が生きてるうちに早く次のキャスト。違うんだな。メガカリ取れた瞬間食ったと思った。はい、じゃあここ終了です。なんとか船のおかげでちっちゃかったけど釣れましたね。よし、あとはでかいの釣んなきゃな午後は。午前中、狙い通りに巧みなテクニックでバスをキャッチするも、サイズに恵まれなかった光太郎。しかし、午後に向かったポイントでの予期せぬ出会いが、やがてバスとの出会いに結びつくことになる。あれバスマンか。あ、バスマンだ。頑張りマンです。あれ、和尚さん、うっそまた和尚さん。あれ何やってるんですか。撮影ですよバッティングまさかの。この前、小海川で会ったばっかりですよ。和尚さん、釣れました。どうですか。3匹。和尚さんは、いや、まあ、29だよ。そう、この前たまたま小海川でボートで会って、今日もこれほんとたまたまです。え、今日どこやったの。もうそろそろお仕事なんで、ほんと進化はその橋ぐらいから上流、この足だけ打とうかなと思ってやったんですけど。え、ここだけやりに来た。ここだけやりに来ました。で、また柏に行きます。先週ここで友達とやって結構いい釣りが。本当に。あ、じゃあ先週はまだバスいたんだ。いましたね。でも結構急に冷え込んだでしょ。この冷え込みで全然いないです。先週はあの水面とかやってるとベイトが逃げたりとか、ヘラとかも逃げてたんですけど、今日鯉しかいないですね。ないっすね。だって昨日から一気に6度落ちたって。6度ですか。天気予報で言ってた。失敗したかなあ。だから結構来て、なんかまあ、ね、まだ冬の水にはなりきってないけど、ちょっとなって感じだよね。まあでもね、ちょっと多分下ってったらね、いると思うんだけど。頑張ってください。和尚さんもありがとうございます。先週は釣れたっていうのは結構ね、僕的には嬉しい情報です。まだね、先週そう遠くないね、先週にはまだいたっていうのはね、そんなにね、めちゃくちゃ一気に最下流までは行ってないだろうから。あ、鯉か、びっくりした。鯉は本当いっぱいいるな。釣り仲間から得た生きた情報をもとにポイントを絞って攻める光太郎。この川では結構一級かもしれない。まずはちょっと外側から。
った、バレちゃった。うわぁ、食った。入れてすぐ食った。このワンもフォーリングですごい泳ぎするからもう落ちてすぐ食った。もうダメかな。もうびっくりしちゃったろうな。ちょっと一回休ませます。よし、次行きましょう。まだまだ。ポイントを休ませた後、再びアプローチする光太郎。食い込みが浅かったことを考えて、シンカーを軽くして臨む。シンカーを5グラムから 3.5 グラムにしました。軽くした。ちょっと食いが浅いから。そしてついに、よし、食った。さっきミスったやつだ。よいしょ。さっき合わせすっぽ抜けたやつですね。食った。ほら、今度はしっかり一番いいところにかかってる真上の。あー、いいサイズだこれは。寒くなってもシャローにいた。よし、仕返しした。さっきすっぽ抜けちゃったやつ絶対一緒伸ばす。同じところ入れて。あ、40個あるんだこれで。あ、40、40ちょいだ。ジャストですね。でこれで、まあ口開けだしな。今42だから、うん、まあ40は超えちゃった。40ぐらい。あ、意外とありました。よかった、嬉しい。何が嬉しいって、ミスったやつすげえ悔しかったの、取り返したのが嬉しい。ありがとう。よいしょ。あ、終わった。めちゃくちゃ良かった。良かった良かった。おお、こんにちは。おお、あれ、謝罪部だっけ。オーバーの時の謝罪部の池田です。だよね。はい。なんだよ、今日さ、いろんな人がいるんだよ。すいません、今日でかいの取っちゃいました、俺。どこで。そこの新川で、うん、さっき45取って、で、境川で43取ってきました。ほんと、何ですか。ブリッツとこのジグス、OSP の01ジグス。あ、すいません。あ、小太郎さん、取材やってたんすか。そう。えぇ、ー、すっげぇ、超ラッキーじゃないですか、俺。そっか、ブリッツと01ジグだ。ブリッツ、完全にこの色です。それ使ったよ、散々。マジですか。まあ、つけてるし。やるね。いや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 、どんなことあげですよ。で、今日三重バスとか行った。これから最初は最後さ、境川行こうと思ってるんだけど、あの、え、見せてもらっていいですか、後ろから。いや、いいけど、釣れないよ。いやいや、そんな俺、孝太郎さんの技術が見たいんですよ。普通だって。何言ってんすか。そっか、まあでも境川にいるっていうのはいいね。でも、あれっすよ、うん、全然水が濁ってなかったんですけど、うん、2回目来た時にはもう泥水になってて、もう濁っちゃってて、うんうん、なんか、あの上の滝から落ちてる水。いや違います。いや、水門から出てる。水門から出てるのが、うん、もう明らかに泥水になっちゃってて。あ、でも上の滝はじゃあ大丈夫だ。上の滝はそうですね、今日人散々叩いてましたね。あ、そこ人は多いよね、一日いるもんね。何やっても自分もダメでしたね、本当に。よし、じゃあそこでちょっと釣っちゃうから。いや、何ですか。チャレンジしよう。いいよ。あ、やったマジですか。飛びつけるなら。え、車で来られてるんですか。ブ
どうしよう、チャリンコ置いてマジでスーパーマッハで漕いできてよやるしかないやん。そうそう、まあ、ゆっくりやってるからさ。マジですか、うん、あの下流の方から。はい、うん、じゃあ、じゃあ今からもう漕いちゃいますよ。うん、今から漕いで渡る、行くぞ。期待するか分かんないけどさ、どうだ気がぞ。まあ、つか見てなくて、あれ一緒に釣りしようよ、全然普通に。行きます。さあ、続き。またしても偶然の出会いから得た貴重な情報、確信を胸に幸太郎は一路境川へ向かった。境川です。境川のとりあえず一番上流の滝のところに来ました。で、ここはね、とにかくここもとにかくプレッシャーがすごい、常に人がいるっていう大人気ポイントです。だけどバスもやっぱりいる、なんだかんだで、しかも結構いいサイズもいるし、かつて取材でも結構ここで夕方に助けられたりとかしてますね。早いです、彼さっき新川で会った謝罪部謝る部よく意味わかりません。なんかそういう T シャツかなんか着てイベントに来てました。さすがに人気のフィールド、休日ともなるとアングラーの数もかなり多い。結構いろんな魚見えるんですけどね、見えるときは。とりあえず鯉が1匹いただけです。バスはこれ見えないかも。とりあえずじゃあやってみます。よし、俺も45釣るぞ今日絶対。ここで土浦港で驚愕の2連発を決めたショートキャロで誘ってみるが、バスの反応はない。バスいない。あ、ちょっと冷え込んだから流れじゃなくてシンプルに普通に物についてるかもしれない。もうちょっとね、あの早い時期だとここの流れっていうのがやっぱ人がいてもそれでもすごい意味があるんですけど、ちょっとここ魚いれば粘ろうと思ったんですけど気配ないんで早々に見切ります。で、物を打ちながら移動しながら接します。よっしゃ、本当に見てるし、次やれっちゅうのすか、まずは盗まないと。お、豆腐屋、もう今日はもういいよ、とどめは豆腐屋かよ彼はあのこの辺で有名な豆腐屋の息子です。今日はもう出会いの旅だよお、ここ水出てる、水出てた。あ、これか、これだ、豆腐屋が言ってた、豆腐屋じゃない、謝罪部が言ってた泥水って。泥水と一緒に降りてきたザリガニさんですよ。極度にプレッシャーのかかった状態ではバスもそう簡単には口を使わない。少しずつ着水点をずらしながら自らが開発に携わるプロトタイプのワームを丁寧に打ち返す。そしてついに、くた、ナイスサイズじゃないですか。真っ白だ、水が濁ってるから。おう、
が、このワームはすごい。このハイプレッシャーで食わせた。いいでしょう。よし、食った食ったね。逃がしますね。ありがとう、よく食ってくれた。でもこのワームの動きじゃ食っちゃうよな。はい、よし、会心の一匹です。今のはまあちょっとかなり丁寧に刻んでいったんですけど、流れの向こうのちょっとこう枝とか溜まってる向こう側で食いました。いいところ見せちゃった。いや、かっこいいっすよ、さすがっすよ。俺もね、自分でびっくりしたよな。いやー、もう、すごい。そっから浮いたんすよね。でも、いや、でも謝罪部40、ちゃんと40。いやいやいや、だって俺の、だって、魚と幸太郎さんの魚、レベルが違いすぎますもん。なんか、よくわからん。さあ、もういよいよ持って、時間がなくなってきちゃったのかな、これ。あと一本。あと一本欲しい。どうですか、暗さ的にはもうあと何分とか。今何時？今、あ、僕も。30分、よし、30分。30分あれば十分。ビッグワンを求めて、最後のポイントに走る幸太郎。しかし、彼の背中に先日のような痛々しいまでの気負いは一切感じられない。そう、今日は純粋に釣りを楽しんでいるのだ。じゃあもう今日ここラストですね。境川の周りと下流のところの水門。もうだいぶ暗くなってきちゃいました。5時ぐらいですけど。お疲れ様でした。暗くなるまで今日のところは諦めます。はい、じゃあ今日はね、土浦周辺やったんですけども、まあ苦戦はしたんですけども、まあそれなりに、バイトは取れて、まあちょっとミスはしちゃったんですけど、まあそこそこ良かったかなと。まあなんか今日はね、いろいろあって楽しかったです。で、明日はまあ一応最終日、この DVD のロケということで、まだ出せていないビッグイッシュにちょっとこだわってやろうかなと思ってます。で、今日一日やってなんとなくいい魚が釣れる釣りっていうのはね、見えてきたかなと思います。明日はそれを集中して頑張ります。取材最終日、幸太郎が選んだポイントは、ハイプレッシャーながらビッグサイズのポテンシャルを秘めたシンカーの下流部だった。はい、おはようございます。今日はね、いよいよこのロケの最終日です。で、もう今日もう残されたことは、でかいのを釣りたい、45アップを釣りたいということで、今日はもうそれを釣れるように全部出し切ります。じゃあ頑張りますね。もうすでに釣り人がいますね。こんなまだ朝早いのに。今5時ちょっと過ぎぐらい、まだ暗いですね。で、すごく冷え込みきついです。寒いです。やべ、出ちゃった。止まってるルアーに。食った。バックラッシュ届いたら食っちゃった。しかもこれいいんじゃない？すごいラッキーなのか何なのか。何これ、バスかな？重いけどやったら。違う。濃いだ。
あ、バレた。場が荒れた。トップは厳しいといち早く判断した高太郎はスモラバのロングシェイクで深く生い茂った足の中をピンポイントで探る。でこのまあ足の中にジグを入れていくんですけど、普通こういうところって、まあ、ガード付きの、まあ、最も普通のラバージグ打つと思うんですけど、ちょっとシンカーはプレッシャーの強さが普通じゃないんで、こういうところにスモラバを入れていくのが主流です。静かに気づかれないように入れて細かくロングシェイク、まあ、あとはちょっとシェイクを嫌う時もあるんで、そういう時はあんまり起こさない方がいい時もあるんですけど、でまあこの足がかぶさってる下とかにサスペンドしてるんで、ラインを足の茎なんかに引っ掛けて中層でシェイクしたりとかして細かく細かく、まあ、トレーラースタッドの4インチを切ったやつをつけてるんですけど、まあ、これのテールだけを細かく震わせるようなイメージで相当細かくシェイクします。で結構その食うか食わないか紙一重のやつっていうのが、いて、少しこの違和感シェイクしててふってこう一瞬だけ水中にあるジグが内輪でふって煽られたみたいな、水中でどうなってるか分かんないんですけど、なんかこう違和感が感じる時があって、ブルーギルのコツコツンっていうのともまた別 でそれってバス で結構そこに何回も何回も入れ直してやるとやっと食って、それがでかかったりとか、そういうことも結構あります。もうねこんなね結構まめにやってやっと1匹とか2匹とかね、そんな感じですよ。数年前はねもうスモラバでこれをやるだけで結構釣れたっていう初期の頃はそうだったんですけど、まあもう今進化あってね、これかなりやってる人多くて、なかなかこれまた一筋縄でいかない感じですね。でも釣れればでかい、こういう結構フィネスな釣りですけど、でかいのが釣れる。シンカーでもこの辺やってるっていうのが、この辺って結構ね不人気地帯なんですよ。多分こうやって釣りがやりづらいからだと思うんですけど、そこのね大通りよりも、まあ、下流はすごい人が多いんですけど、ここの辺はまだちょっと人が少ない。あとはまあ対岸の水門のあたりとかは結構釣り人いるんですけどね、ちょっとそういうところも狙い目かなと思って、僕も正直あんまりこの辺って実績はないんですけど、ちょっとね、今日日曜日で、しかも昨日、ね、土曜日で散々叩かれてるでしょうから、シンカーも釣り人いっぱいいたから、巻かれた。あれバスバレちった。あ、バスは取れちゃった、ごめんなさい。でもちっちゃかった、30ぐらいだと思うね。こんなとこにいましたよ、多分すごい浅いけど。バラしちゃった、また朝一。朝一はバラすな、この DVD は。あー、ギルが当たってる。ギルはよくつつきに来ますね。バスのモソってのが欲しいんだよな。コンコンのギルじゃなくて。スタートから1時間半。バスからの明確なバイトはほとんどなく、ただひたすら我慢の釣りが続く。どうしたら釣れるんだ、シンカーは。コウタロウは移動を決断する。あらゆるパターンで攻めたものの、最初のポイントはノーフィッシュに終わってしまった。それでも孝太郎はある確信を持っていた。
多分、まあ、昨日一日やった感じででかい魚釣ろうと思ったらやっぱり川の上ですね。で結構もう冷え込んできちゃったけど、でもやっぱりでかいやつはそれでもまだ上にいる。で餌もまだ上にいましたし、本当の最上流部はちょっと、魚は薄かったけど、でもちょっとしたその中でも深みとか、そういうところでまだ踏ん張ってる感じしますね。数は少ないながらも、でかいやつは上。あとは、やる気があるのもやっぱ上ですね、魚。まあその日曜日で人は確かに多いんですけど、でも絶対やりようはあるって僕は思ってて、確かになかなか食わせるの難しいんですけど、もうなんかそのじらせて食わせるか、まあ怒らせて食わせるか、思わず食わせるかはね、その時と場所によってまあ変わってくるとしても、なんかね、思わず口をこうルアーを加えさせる手段っていうのは何かあると思うんですよね。僕もそれはね、何が当たるかはちょっと分かんないけど、いろいろ試してやります。幸太郎が向かった次なるポイントは、昨日訪れた新川の上流部。昨日釣った感触でまだやる気のあるバスが残っていると判断したからだ。はい、ちょっとね、一工夫します。もういくらなんでもね、バラしたくないから、針をオフセットからストレートに変えます。で、ちょっと今日テキサスに使うストレート持ってきてないんで、フィナの鬼掛け、あのワイヤーの V ガードがついてるやつ、それを流用します。ワイヤー引きちぎって、で多分ね、このワイヤーの引きちぎったこの跡、これがね、ストレートフックってやっぱどうしてもオフセットに比べてずれやすいんですけど、多分これがねちょうどいい感じで、ワームのずれ防止になると思うんですよね。うん、ずれない、いい感じ。これだったらカバーガンガン攻めても全然いける。しっかりしてる。よし。で、昨日はこういうかぶさり系とかね、まめに打ってないから、ちょっと今日はこういうところを昨日よりもちょっと丹念に釣っていこうかなと思います。浅いけどね、やっぱこうやってかぶさってその下にバスが入れるスペースがあればいるんじゃないかなと。カバーを丁寧に打ち続ける幸太郎、その判断が功を奏す。いいサイズだ。やっぱいた。あ、でもまあまあ、いや、いた、ついにやりました。ついにようやく今日の一匹目で、サンプルのワームで、でこれって落ちるときにすごくね、あの他にないいい動きをするんですけど、落ちるときにもうその動きにたまらずバクッと食ってきたって感じですね。足嬉しい。なんか魚、まあ、大したサイズじゃないんだけど、さっきと多分同じやつだ。上に向かって泳いでって、ちょっと暖かくなってきたから上の方に魚動き出してるのかもしれない。だとしたらだな、バスが上流に向かって泳ぐのを見つけた幸太郎は半信半疑ながら、この時期にはまず狙わないひときわ細く浅い最上流部を攻めてみた。するとなんと、いた。あ、バレちゃった。いた。いた。ここにいた。
びっくりです。いや、ここ釣ったことあるんですけど、もっと暖かい時期に。でももうこんなに寒くなってきて、まだここに、だって水深なんてもうここ30センチくらいしかないですよ。こんな細にいるなんて、俺釣ったことないですよ、この時期に。ここは結構発見で、他にも絶対やってる人いない、この時期にこんなところ。いや、あの泳いでるバスがヒントをくれた。あー、巻かれてる。うわ、期待に反してそんなでかくないけど、よいしょ、ちょっと無理せずに。いたいた、かわいいけど、どうなって巻いちゃってんのかな、これ。よっ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 、こっちからやってる顔でいったはい、釣れました。こんなとこで釣れたのはこんなんです。いましたね、すごいですよ。10月の中旬でこんなところでいました。はい、くた、おー、ちっちゃい、くたくたいました。またちょっとそんな大きくない、ちっちゃいけど、今のももう入れてラインがピューって持ってかれました。はい、一向にサイズが上がりません。でも釣りますよ、絶対。やっぱああやってかぶさってるところにいるな、浅いから。浅いからやっぱり上に対する警戒心が強いから、かぶさってるものについてますね。そこそこのバイトはあるものの、なかなかサイズが上がらない。ひとしきり打ち切ったところで、残り時間を考え早めに移動することにした。よし、残りも半日、いよいよだんだんケツに火がついてきましたよ。これはやばいんじゃないですか。よし、こっからがね、結構僕は強いんですよ、雑誌の取材でも。高太郎が最後に選んだポイントは、一発逆転の可能性を秘めた霞ヶ浦の水路だった。はい、じゃあお昼回って移動しました。で、これ霞ヶ浦の水路なんですけども、はい、何もありません。で、ここに来たのが、まあ、今日残り半日で、是が非とも45を超える魚を釣りたいっていうのがあって、で、ここって魚はね、すごい少ないです。めったにバスいないんですけど、釣れればね、でかい。だからその一発を引き当てに来ました。じゃあ残り半日頑張ります。おお、いるいる、ボラ。まあ鯉はいるけど、このボラがね、ボラ、しかも小さいイナッコ、こういうのがいるってのが重要ですよ。特にこうやって寒くなってきて。浅いんですけど、でまだバスはその浅い中にも見てないんですけど、その鯉以外にもちゃんとイナッコとか、なんだろう、よくちょっと見えなかったけど、ちっちゃい小魚とか結構いるんで、で、まあね、今日はああやってシンカーの上流とかでバス釣れてるんで、まあここも同じようにいるんじゃないかなっていうのと、あとはやっぱり寒くなってきた中でバスがこんだけ浅い上流域に踏ん張る要素っていうのは、やっぱり餌がいるかいないか、それがすごい重要です。だから、そういう意味では餌いたんで、
バスいると思うって言ったらいた。ダメだ、気づかれた。ついにビッグサイズを発見した光太郎。いよいよ光太郎とバスとの駆け引きが始まる。あ、ほら、そう、動かないからね。近くにいる撮影スタッフにも注意を促す光太郎。どのくらい前だ。彼の真横に3人、そして対岸に2人。多くのスタッフに囲まれたサイトには非常に不利な状況で、息を殺しバスにアプローチし続ける。距離が縮まんないな。すげえ見てるんだけど絶対動かないでください。そのままでお願いします。ちょっと興味はすごい示してるから。あれについたか。なんか、あー、畜生、何も隠すものがないんだよな。まいったな、これ。うわっ、でも音で目、キまいったな。やばい、見えない角度に入っちゃった。一瞬深みの中にバスを見失ってしまった。目を凝らし必死にバスの姿を探す。最後にバスが泳いでいった方向を目安にバスの居場所を推測し、慎重にワームを打ち返す。そしてついに来た。よし、
よいしょー、でかい、よし、うわー、やっと食った。いたいた、うわー、いいバスだー。またもやこのワーム、普通にテキサスですよ、ベースタックルの。うわ、うれしい、感無量。あー、重い。もうね、ずーっと食いたくて、でももう丸見え、もうそこも丸見えでしょ、ここ。もうこんだけ浅くて、で、なんかね、バスが隠れてたりするとかすればまだね、食わせやすかったんですけど、もうもろも川の真ん中泳いじゃってて、普通はちょっと釣れないタイプの見えバスだけど、このワームね、もうすごい入れてふってもすごい反応して、でももう状況が状況なのでなかなか食わなかったです。でも一回見切ってもまたその先に置いとくと、また興味示して、でそんなことをね、何回か繰り返して、最終的にはもうにらめっこ状態になって、クン、合わせたらギラッて、やっぱりこいつでした。嬉しい、よいしょ、やっと横持ちできるサイズだ。はい、じゃあ一応ちょっとね、でかいんで、あの長さもってことなんで、ザバッとして、あ、これはみ出しちゃうんじゃない。でね、一応コンクリートなんで、この上で測るとバスそこからバイ菌入って病気になっちゃうんで、まあこれね、ビニールのやつで上もちょっとビチャビチャっと水かけて、うん、45ちょっと超えるぐらい、でも口開いてるから、まあ45ぐらいですね。ナイスです、ありがとう、マジでありがとう。よかったね、帰れて。よし、いきなり釣れちゃった。よし、さっきまで45って言ってたのに、欲深いです、もっとでかいの釣りたい。よし、じゃあ残り今日ここと心中しますんで。目標の45アップを見事達成した幸太郎、さらなるビッグワンを求めて果敢に攻め続ける。その後ブリッツで30センチクラスをキャッチ、そしてラストチャンスをかけて最後の移動。しかし17時13分ついにストップフィッシング。4日間、合計49時間に及ぶ幸太郎の長い挑戦は幕を閉じた。